さあ続いてはクリスマスギフト特集のコーナーです。さあ日高本店プロショップ、いろんな気になるアイテムがありますが、この方にレポートしてもらいましょう、はい、いきますよ、せーの、ガイコツ。元気ですか？元気があれば1階のフロアにも来れるということでですね、今回はですね、1階のフロアにやってきておりますよ。顔戻そうよ1階ね。はい、ということでですね、男性のおしゃれアイテムといえばですね、カバンに靴などたくさんありますけれども、その中でもですね、一生身につけられるアイテムといえばですね、そうです、時計ですよ。ということでですね、今回はですね、日高本店プロショップ本店さんの日高本店プロショップの三浦さんにご紹介していただきたいと思います。三浦さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三浦さん、青函でかっこいい時計をですねちょっと探してるんですけれども、なんかおすすめとかありますか？はい、青函の時計でです、はい、と言われますとブライトリングがいいかと思います。ブライトリング、はい、ね、ブライトリングの時計は、はい、腕に装備する兵器とも言われておりまして、特に航空機の歴史とともに発展し名声を得たことから、 今でもパイロットの方々に愛用される時計としても知られているんです。ブライトリング、はい、なんかでもたくさんありますけれども、その中でもおすすめってありますか？はい、おすすめはこちらのモデルですね。はい、コルトというシリーズになるんです。名前がかっこいいですもんね。コルト、はい、コルト、こちら1980年代に軍用時計としてデザインされたものがリニューアルされて、今年また新たに出されたものになって、復刻版みたいな形、はい、はそうですね。ですので、こちらのモデルですとブライトリングらしい男らしさとか機能美は耐久性はそのままに、はい、オンオフ問わず使っていただけるシンプルイズベストの時計となっております。かっこいいですもんね。もともとがその軍用で作られたと、なんかもうまさに侍がつける時計って感じしますけれども、木村さん、はい、いかがですか、ブライトリングは。いや、ブライトリング、先ほど三浦さんもおっしゃってましたが、コックピットのいろんな計器、メーターがこの腕にあるみたいな感覚になるじゃないですか。そうですね、くすぐりますよね、男心。すごい世界観分かってらっしゃいますね。あ、もう男って結構好きです。ありがとうございます。ごめんね、佐藤君。はいはい、俺褒められちゃったけど、ごめんね。はい、進めてください。かっこいい時計ね、女性もつけたいんですよ。やはり、だから女性におすすめのかっこいい時計教えてもらえますか？お願いします。女性もつけたいみたいなんですよね、はい、久保さんが、はい、だから女性にぴったりな時計も紹介していただきたいなと、うん、いや、もう無理にとは言わないですけれども、はい、いや無理にお願いします。ありますか？はい、あるそうですよ。あるでしょ。女性のにぴったりの時計ですとタグホイヤーがおすすめです。タグホイヤー、ね、はい、タグホイヤーはモータースポーツと の関わりがとても深いブランドでして、はい、こちらのフォーミュラ1というコレクションになるんですけれども、フォーミュラ1、はい、こちらもF1 レースをからインスパイアを受けて誕生したコレクションでございます。あら、はいはい、こちら女性の腕に違和感なく溶け込む上、芯のある強さとか優美さも兼ね備えた綺麗なモデルになってます。強さと美しさを、はい、ねえ、まさに久保さんにぴったりじゃないですか。いや、そんなこと言われたらもう佐藤くん24日待ってるからね。これちょっと待ってくださいよ。これちなみに分割できるんですか？はい、最高72回まで。72回できるみたいですよ。大丈夫やな、佐藤行ける。佐藤行ける。やめてね、これでもダイヤ、ついダイヤですか、この散りばめられてるのは。こちら文字盤の中に12ポイントのダイヤが埋め込まれております。ダイヤの、ワンドの方ですよね。はい、ダイヤの輝きです。あらららら、ら、まあ、タグホイヤーもすごいおしゃれでかっこいいんですけど、僕はちょっと昔から憧れてる時計っていうのがあって、007とか好きなんですよ。もう見た目で分かってもらえると思うんですけど。いや、分かんないですよ。ジェームズ・ボンドがオメガの時計つけてるじゃないですか。よくご存知。ちょっとね、オメガの時計も見てみたいなと。はい、いいね、オメガ。ご紹介させていただきます。あちらのブース。ありがとうございます。ありました、皆さん。おオメガ高いという、これはオメガ。渾身の一撃みたいに言うのやめてもらっていいですか？ね、ずっと考えてたやつが不発に終わりましたけれども、でもオメガもたくさん種類時計ありますよね。はい、はい、はい、オメガといえば、先ほどおっしゃった007のジェームズ・ボンドがつけてる時計としてももちろん有名なんですけど、それだけじゃなくてですね、オリンピックの公式刑事も務めるとか、実績のあるブランドでして、あとは NASA の有人宇宙旅行にも
あの一緒に持って行かれたことで有名になっています。じゃあ宇宙に行ってるんですか、はい、オメガは、はい、これから世界に羽ばたこうとする僕にはぴったりの時計じゃないですか。そうですね。ありがとうございます。すいませんでした。ありがとうございます。あと11号から今に至るまで皆さんの購入はオメガだけという、はい、購入オフィシャルの時計っていう、はい、こういうね皆さんの購入ね。なんかあのその中でも僕みたいなあのダンディーな男性にぴったりな時計ってありますかね。もう我慢しちゃって。とってもダンディーな時計がございます。三浦さんも苦笑い、うん、わ特別ケースからこちらですね。いいんですか。こちらがあの、はい、シーマスター300。あーシーマスター、僕オールド側でシーバスはよく釣りに行くんですけれども、鈴木はシーマスター、はい、ちょっと似てるんですけど、ちょっと似てないでしょ。はい、こちらのモデルはですね、はい、あの1957年に発表された伝統的なダイバーズウォッチのスタイルを忠実に再現した、はい、デザインになっているんですけれども、中の機械がまたとってもすごいものになっておりまして、あの時計に悪影響を及ぼす磁気の影響を全く受けないという、とっても革新的なムーブメントが搭載されたもの。磁気の影響を受けないってことは、あの磁気の肩こりとかの、うん、あの肩こりを取るパッチあるじゃないですか、はい、あれのしてても大丈夫と。全然大丈夫です。画期的。大丈夫やね、佐々木さん。ちょっとあの大変申し訳ないんですけれども、つけさせてもらっていいですかね。いいの、ちょっと三浦さんいいんですか。いいですか、はい、三浦さんにつけてもらうって贅沢やな。贅沢。三浦さんをつけてもらいたいですか。見てください、これ似合ってる。あ、似合うよ。うわ、いいよいいよ、男が上がるよ。うわこれかっこいいな。これやっぱこれつけて街出たら、はい、注目の街、注目の街ですよね。ちょ三浦さん、あのありがとうございました、はい、お買い上げ、お買い上げ、ありがとうございます。そういうことじゃないですよ。ボケやん、たけるちゃんに続いてね、ただのボケやん。いやすごい、でもかっこいいね。でもつけるとちょっと、うん、欲しくなりますね。なるなる、なる。72回払いか、ね、本気で汗かいてきましたけど。私の分もあるからね。ありがとうございます、うん、いいよ迷って。うわ、ちなみにあの三浦さんはおいくらなんですか、はい、こら私ですか、はい、私はプライスレス。プライス三浦さんプライスレス手に入れたいな。お上手、ねえ、ね、じゃあはい、ということでですね、まあ、三浦さんにいろいろ紹介していただきましたけれども、ね、何か最後に見ている方へメッセージなどありましたらお願いいたします。はい、今回ご紹介したモデルはあの私たちがおすすめしたい時計の中でもほんの一部になりますので、ぜひあのお店に足を運んでいただいて、あのその各ブランドの歴史とか時計の魅力をあのご紹介させていただく機会をいただけたらと思います、はい、ぜひ お店でお待ちしております。はい、じゃあ行きます。すごいオメガコーナーの照明がぴったりです。三浦さん光ってます。本当素敵、今度シーマスターの話ゆっくり聞かせてください。日高本店プロショップの三浦さんに静観でかっこいい時計をご紹介いただきました。三浦さんありがとうございました。ありがとうございました。それではスタジオにお返しします。最後はそれなんですね。ありがとうございました、三浦さん、ね、皆さんぜひ、ね、お店に足をお運びいただいて、はい、いろんなお話、店員さん詳しいですからね、そうですね、聞いていただきたいと思います。以上クリスマスギフト特集でした。